皆さんこんにちは。弱視でもいろいろやりたいのルンです。今回の動画の内容は、前半が嵐山の散策と食べ歩きで、 SNS で話題の場所を集めて行ってきたので、ぜひチェックしてみてください。そして後半は駆け足になりますが、2日目の大阪の様子とおすすめのお土産屋さん2店ほど紹介しています。そして最終日に行ったお友達のクリスマスライブも紹介しているので、ぜひ最後まで見ていってください。それではどうぞ。はい、ということで今回嵐山の最寄り駅である佐賀嵐山駅からお伝えしていこうと思ってたんですけれども、撮れていなかったっていう失敗をやらかしました。本当に申し訳ないです。他にも撮れてない動画とかもあって、気がついた時にはもううさーってなりました。それでもやっぱり途中から始めるっていうのは私も嫌でしたし、何より見てくれている方に分かりやすくお伝えできないじゃないですか。なので佐賀嵐山駅書きました。イエーイ。というわけで無事解決したので、佐賀嵐山駅から行ってみましょう。京都駅から JR 嵯峨野線に乗って佐賀嵐山駅に到着しました。料金は240円、17分ぐらいで着きますよ。改札口が2階にあるので、出たらすぐ左に曲がってあるエスカレーターで降りましょう。降りてすぐ右手に見える建物がトロッコ列車の駅になっています。これから竹林の小道に行くんですけど、この春子供たちとまた京都に行く予定があるので、その時に駅から小道までの道のりを撮影してこようと思います。竹林の小道にやってきました。この時は12月半ばだったので、竹は青々とはしてないですね。あと竹の背がすごく高くて、上を見ても空の面積がすごい少ないんですよ。竹の見頃っていつなんでしょうね。あつ森だと春に竹が生えるんですよね。だから春かな。竹の家具作るのにすごい竹切ってたの覚えてます。道は整備されてて、こんな風にとっても綺麗です。時々人力車も通るので、その時は避けてあげましょう。そういえば今回嵐山マップ作ってみたんですよ。 Twitter 見てくれてる人はわかると思うんですけど、こんなやつです。クオリティの低いマップで申し訳ないんですけれども、ダウンロードして拡大して使えますので、気になる人は見てみてください。この動画で紹介している観光スポットや食べ歩いたお店は全て載せています。 Twitter のリンクは概要欄に載せておきますね。続いて京福電気鉄道の嵐山駅に来ました。通称嵐電とも言われています。駅に入っていったらいきなりホームに出たのでびっくりしたんですけど、改札がないそうです。そしてホーム右手にあるタリーズコーヒーを通り過ぎると、2つ目の目的地の着物フォレストが見えてきます。着物フォレストというのは、なんだろう、着物フォレストというのは駅を取り囲むように細い道があるんですけど、その両脇に2メートルくらいかな、着物の柄をしたポールがたくさん立ってるんですよ。絵柄には京友禅の生地が使われていて、ポールの数は全部で600本あるそうですよ。夜は日没から21時までライトアップもされます。自分のお気に入りの柄を見つけてみるのも楽しいんじゃないでしょうか。最後はこちら、嵐山といえばここ渡月橋です。
渡月橋とは桂川に架かる大きな橋のことで、嵐山に来たら外せない観光スポットになっています。先ほど紹介した着物フォレストのある嵐電の嵐山駅から徒歩 2,3 分で来ることができます。今は中之島公園を目指して橋の北側から歩いてます。今度は橋の反対側を通って中之島公園から嵐電の駅の方に向かって帰ります。ということで、嵐山散策、竹林の小道、着物フォレスト、渡月橋を紹介してきたんですけども、どうですか皆さん、嵐山に行きたくなりましたか？続いては嵐山食べ歩きグルメを紹介していきます。弱視でもいろいろやりたい。皆さんお待たせしました。それでは嵐山食べ歩きグルメ紹介していきたいと思います。嵐山マップで言うと、現在地は竹林の小道の入り口付近に今います。ちなみにこの水色の部分はいろんな店舗が密集している場所になっています。1番と2番が隣同士なので一気に紹介しちゃいます。1番目はこちら、手作り工房京津庵です。このお店の一番人気は職人のこだわりお豆腐ソフト、432円です。人気の秘密はなんと高さにしても落ちないお豆腐ソフトで有名なんです。お豆腐ソフト以外にジェラートもたくさんあるんですけど、そちらを頼んでしまうと逆さにしたら落ちてしまうので気をつけてください。私は絹ごし豆腐&黒ごまきなこ豆腐を頼みました。予想以上にお豆腐が濃厚でとっても美味しかったです。続いて2番目は、先ほど紹介した京津庵さんの隣にある琴芋本舗です。この牛タン串すごいですよね。45センチあるらしいです。さつまいもを使った食べ物もすごく人気なんですけど、今回紹介したかったのがみたらし団子です。大きめのお団子が3つ串に刺さっていて、お値段は1本280円です。アイスのコーンのように巻かれた紙の器にズボッと刺さってやってきますよ。続いて3番目は、道路を渡って反対側にあるリラックマ茶房です。ここは誰もが知っている有名キャラクターリラックマのお店です。1階にはクレープのテイクアウトができるお店とキャラクターショップが入っていて、2階がレストランになっています。見てください、こんな可愛いクレープが食べられますよ。癒されたい方はぜひ寄ってみてください。続いてはこちらの4番、豆物とたい焼きです。嵐電嵐山駅の道路挟んで向かいにあるんですけれども、この風車が目印で向かって左側を進んでいきましょう。ちなみにこの風車は人気の写真スポットにもなっていますよ。進んでいくと左手に見えてくるこの看板が目印です。ここのお店で有名なのが、なんと賞味期限が1分のたい焼きがあるんです。それがこちら、たい焼きのあんバター1個350円です。熱々のたい焼きに大きめのバターがぐさっと刺さっています。早く食べないとバターが溶けて大変なことになりそうですが、挑戦したい方はぜひ食べてみてください。続いて5番目はビッフィー桜キッチンです。ここのお店はミッフィーのパン屋さんとミッフィーのキャラクターショップが入っています。キャラクターショップはたくさんの人でにぎわっていました。そしてこちらがベーカリーですね。このミッフィーのパンの看板がかわいい。我が家の家の玄関に飾りたいです。外から見えるように商品のサンプルがディスプレイされてるんですけども、私さっきこれ本物だと思って、やったまだあるじゃんと思ってお店に入ったんですよ。
そしたら一つ残らず全部売り切れてました。なのでニッフィーパン気になる方は早めの購入をおすすめします。そして最後は6番のこちら、吉屋湯葉チーズ本舗です。こちらはお店の名前にもなっている湯葉チーズが有名で、1本350円となっています。とろけるチーズの入ったすり身を湯葉の皮で包んで揚げています。出来たてをくれるので渡月橋を見ながらいただくことにしました。というわけで嵐山のグルメ紹介してきたんですけれども、皆さん気になったものはありましたでしょうか。以上、嵐山の食べ歩きグルメ紹介でした。弱視でもいろいろやりたい。2日目の朝です。大阪の天王寺駅前にいます。この日はひたすら私のやりたいことをやる1日だったので、駆け足でお送りします。1日目に宿泊したホテルはトラスティアベノです。お部屋はこんな感じ。朝食付きプランを予約したので、ロビーにあるカフェで朝食バイキングをいただくことができました。でもやっぱり一人だと料理が見えない。みんなが食べる料理に顔を近づけて見ることはできないので、気になったものはちょっとだけ取る作戦で行きました。炒め物とか何が炒められてるのか全然わからないですからね。トングもたまに見失います。朝からもりもり取ってきて、どれも美味しかったので余裕でペロリ。ごちそうさまでした。この時はクリスマス前だったので、ロビーにもツリーが飾られていました。これからアベノハルカスの中にある近鉄百貨店で買い物をしてきます。ここがアベノハルカスですね。自分で自分のクリスマスプレゼント買いました。通勤用のバッグとマフラーです。その後アベノハルカス16階にある美術館でやっているアリス展へ行ってきました。最初見えなくて結構焦ったんですけど、各フロアにいるスタッフさんに自分の携帯カメラで拡大してみてもいいですかって聞いたら、大丈夫ですよって言ってくれたので、じっくり見て回ることができました。条件を満たせば撮影していいものや写真スポットも多かったので、結構皆さん携帯を持ち歩いてたんですよね。だから私も溶け込みやすかったです。いろんな分野で表現されてきたアリスの魅力を感じました。そしてこちらがお土産に買ったやつ、ヒートミーって書いてあるクッキーが入ってました。かわいい。お次は近くのグイットというマッサージ屋さんで120分コースのマッサージをがっつり受けてきました。その後は大阪の友達と梅田でご飯を食べて、あっという間に夜になってしまいました。梅田駅でもクリスマスのイルミネーションがやっていました。実はこの時めっちゃ驚いたことが起きたんですよ。10年以上前にお世話になっていた方と梅田駅で偶然の再会をしました。すごくないですか？こんな人通りの多い大阪駅で、たまたま今日あの場所で、たまたまあの瞬間すれ違うってなかなかないですよね。めちゃめちゃびっくりしました。人のご縁って不思議ですね。というわけで再び京都駅に戻ってきました。今回は以前紹介した漬物ビュッフェのある南口の八条口の方ではなく、北口の烏丸口にいます。今見えているのが京都タワーで、今晩の宿泊先京都タワーホテルがあります。お部屋はこんな感じでした。それではおやすみなさい。3日目の朝になりました。京都タワーホテルの朝ごはんビュッフェです。料理の品数たくさんありました。デザートまでありましたよ。なんか3日目にしてだんだん寂しくなってきたんですよ。ご飯食べてても周りの家族とかがみんな楽しそうにこうおしゃべりしていると、なんかこう自分も何かこう分かっちゃいながらご飯食べたいなっていう気持ちになりましたね。これから京都駅をブラブラしてお土産を買っていきたいと思います。ここが京都駅烏丸口前の様子ですね。
ぐるっと振り返ると京都タワーがあります。ここは烏丸中央口のあるコンコースです。高さ50メートルもある大きな吹き抜けになっていて、周りにはお土産屋さんやレストラン、カフェなどもありました。今回皆さんにご紹介したいお土産が2つほどあるんですよ。それがこちら。JR 京都伊勢丹の地下2階にある本田味噌本店のお味噌です。ここは本田味噌本店さんの直営店になっています。色が赤いので辛いのかなと思ったんですけども、お味噌汁でいただいたらとっても美味しかったです。他にも田楽や味噌漬けに合いそうな白味噌やお出汁なんかも置いてましたよ。おすすめのお土産2品目は、同じく京都伊勢丹地下1階にある京飴クロッシェです。クロッシェの飴は全部職人さんが手作りしているそうです。種類別にこういう小さな透明なケースに入って売られています。とにかく味の種類がたくさんあるんですよ。あと飴の種類別に京都らしい名前が付けられてるんですけども、すごいの見つけてしまいました。普通のは白絹手まりとかルリとか付いてるんですけども、それだけ綴り錦金獅子陣羽織って言うんですよ。すごいですよね、これ。飛天御剣流九頭流線とかみたい。ちなみに柿風味らしいです。先ほど紹介した本田味噌本店さんと京飴クロッシェさんのホームページを概要欄に載せておきます。オンラインショップもやっているみたいなので、よかったらチェックしてみてください。ジャックスでもいろいろやりたい。とうとう帰る時が来てしまいました。今から新幹線に乗って東京へ向かいたいと思います。辻利を発見したので新幹線で飲めるよう抹茶を買いました。新幹線乗り場で松葉という西蕎麦屋さんを発見したので、最後に食べて帰ろうと思ったら完売だったので親子丼をいただきました。美味しかったです。駅員さんに座席まで案内していただいて無事新幹線に乗ることができました。これから友達がボーカルをしているバンドキャラベルのクリスマスライブに行ってきます。クリスマスライブはウェルカムバックというライブハウスで行われたんですけども、旅行終わりの寂しさを吹き飛ばしてくれるくらい楽しかったです。もう私の推しですね。皆さんにも素晴らしい彼らの歌声や演奏を聞いてほしいと思ったので、概要欄の方にキャラベルの YouTube チャンネルのリンクを貼らせていただいたので、ぜひぜひ聞いてみてください。それからキーボードを担当されている酒井さんが懐かしのゲーム曲のアレンジアルバムを作られたということで購入させていただきました。それがこちらです。スクエアエニックスさんのゲーム音楽が大好きなので、クロノトリガーって聞いた瞬間買いまーすってなりました。あとエストポリス電機とかめちゃめちゃ懐かしいですよ。皆さん知ってますか？セレナとマキシムですよ。当時私小学生か中学生ぐらいだったと思うんですけど、セレナの恋のライバルみたいだった青い、名前忘れちゃったんですけど、青い髪の女の子を応援してた記憶があります。今回のライブはキャラベルのお友達のバンドの方の演奏もあったので、めちゃめちゃ盛り上がったんですよ。本当に楽しかったです。キャラベルの皆さん、素敵なクリスマスライブをありがとうございました。いやー、今回初の一人旅だったんですけれども、たくさんの人に親切にしてもらったし、いろいろな方とコミュニケーションをした旅だなと思いました。家族や友人とか行くのも楽しいんですけれども、なかなかこう知らない人と喋る機会ってないじゃないですか。なのでそれが一人旅の楽しみの一つかなって感じました。
また機会があれば行きたいですね、一人旅。でもご飯は誰かと食べたいな。今回の動画、大阪京都旅行後編、いかがだったでしょうか。少しでも面白いなと思ってくださったら励みになるので、高評価、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。 YouTube や Twitter の方でコメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。